ひなぷちゃん、黒猫です。猫です。ありがとう。あ、パチパチ、すごいね、たくさんありがとうございます。今日はさ、2人で、多分 こっちでもほとんどないかもだけど、うん、2人で配信したの。そうやわ、ね、マジで本当にスーピーズ、あ、スーピーズじゃ初配信だ、さっきので。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちゃんです。こっちゃんです。ありがとう。ちょっとね、2人せっかくいますので、何か質問などあればたくさんください。今日は待ってます。そういう日、今日は。私は、あ、ごめんね、これハルポンドだった。うん、これハルポンド、ハルポンドでした。あ、でも大丈夫よ、これハルポンの、ハルポンのスーピーズ入れてくれてる。はい、可愛いですよね。可愛い、私も貼ってるんですよね、スーピーズ。あ、ハッピーさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。あ、なんか最高ってくれた。最高、最高、ありがとう。なのはちゃんだ、ありがとう、ありがとう。すごい可愛い、いっぱいくれてたね。あら、ハッピー、ラッキー、のぶしゃん、わ、ひでゆきさん、いっぱいかわいい、ありがとう、ありがとね。わー、すごいいっぱい来てくれてるね。お互い最近ハマってることだって。うーん、あるハルポン、塗り絵、塗り絵、うん、塗り絵、塗り絵、塗り絵しよう。ここで塗り絵してます。あの公園とか、なんていうの、河川敷とか。河川敷で、はい、それあれやね、写生体験みたいなしはない。一人で、そうそう、そんな感じで、ああ、あの絵は描けんけん。あ、そうなんや。塗り絵をやってます。すごいね、はい、見てみたいな。あ、見せますね、じゃあ。本当、はい、見たい、見たいね、はい。私最近ハマっとることないかな、特に。ないですか。うん、食べ物とかもハマっとるまではね、いかんけん。あ、でも二郎系美味しかったよ。うんうんうん、うん、また行きたい。ラーメン、ラーメン、ラーメン結構食べよるね。食べよるね、二人でね。うん、食べたりもしたし。今日はお泊まりって。え、うん、泊まっていけますか。え、あ、いいんですか。はい、は、いいやって。なんか今決まったかも。ぎゅうぎゅうで寝ないかんよ。うん、まや、あなたの苦手なぎゅうぎゅうで寝ないかんよ。それでよければ。いや、でもさ、一回ね、そのハルポンと同じ布団で寝たことがあって、めっちゃ前よね、これ。え、いつ。めっちゃ前よ、多分。私のお家なんよね、それ。愛媛の、うん、私のお家で寝てて、それめっちゃ狭かったもん、敷布団でさ。あ、そうや。もうあのシングルもシングルのやつで寝て、なんか狭すぎて。でも敷布団はさ、少々床にはみ出てもいいやん、うん、うちシングルベッドよ。もうはみ出たら落ちるよ。なんか本当にもうギュウギュウで寝ないから。確かにね、抱き合って寝ないから大丈夫。え、それ厳しいか、ね、私は嬉しいんですけど、ひなほちゃんがね、ちょっとね、そうね、そうですね、経験がありませんで、うん、はい。二人ともかわいい、ありがとう、ありがとう。テストさん、奥間だ、ありがとう、ありがとう。竹山ハウスは、うん、そう、お泊まりしてたけど、敷布団ね、ちゃんと4つあったからさ、うん、そうそうそう、全然いいんだけど、その1回ね、布団がなくて一緒に寝たんですけど、うん、ちょっとね、そうでしょ、暑かったね。うん、うん。よかったね、お泊まり。うん、え、嬉しい、嬉しいな。あ、
嬉しいです。嬉しいやん。嬉しい。あららら、珍しい。だって私もう本当孤独だもん。そうよね、うん、寂しいので。そうですよね、はい。ポンちゃんは人生何周目？おお、結構回ってますよ。回ってるらしいです、はい、結構経験してます。わ、虹だよ。初めて見たんやけど。そう、虹。ね、太郎くん。太郎くん、ありがとう。ありがとう。あとな、またなんかくれたな、今。ありがとう。ふんぴー。あ、ここのみんなとも乾杯しとこっか。確かに。そうやね。しましょう。まだある？うん、あるよ。よし、じゃあ。ちなみに今日はドイツのノンアルビールです。すごいおしゃれ、うん、味もおしゃれだったと。とスペインのビールのフランボワーズ。あ、これはもうお酒ですね。はい、めっちゃ美味しかった。ちょっと飲んで。はい、美味しいです。はい、では、ハルポンちゃん、本日は来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。おやすみー。おやすみー。わーわー。おお、おいしい。おいしい。大人だわね、本当に。はいよ、うん、大人になりました。おやすみ。おやすみ。あ、うん、虹色さんか、さっきのは。あ、待って、タワー立ったよ、ほら。え、ワンダーさんだ。マジ？あ、ありがとう。すごい、タワー。タワー。あ、ありがとうございます。やった。すごいね。ワンダーさんね。クマタワー？ね、これ、うん、クマパフェタワーだ。すごい。わー。ワンダーマークさん、ありがとう。ありがとう。あとはなんかいっぱい来てるけどさ、流れが、あ、早すぎてね。そう、ちょっと待ってね。うん、行けばよかった、ここに。来れません。仲間入り。ここはスーピーズの園です。はい、今日 星もキラキラしちゃってんだから。はい、星もありますんで、はい、これもありました、うん、虹色さん、めっちゃ可愛い。ありがとう。一緒にチャルメラ食べない？チャルメラって何？え、袋ラーメン。袋の、うん、締めで食べたいね。いいですね。おー、ピザこんなのことのに、そんなこと言うて、ほんま。ピザ多いよこれ。いや、頼んだらさ、一つ無料できて、そうそうそう、計2個届いてね。めっちゃ多いですね。うん、ありがたいですが、僕が食べます。あ、お任せください、姉さん。はい、すごい心強いです。もう最近、確かなんか昔はさ、ハルポめっちゃ小食やったやん、うん、本当に。っていうか私以外小食やったん、みんな、うん、やったんやけど、もうハルポちゃんの最近の進化すごいです。はい、お姉さんは越しました。はい、ありがとうございます。越されました。越しました。ご飯とかももう気づいたらおかわりいっとるよね。そうね、うん、無限おかわり。無限おかわり。おかわりできるかが重要。あ、そう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 、それはわかる。でも、うんうん、大事よね、あれマジで大事。テンション上がるもんね。上がります。おかわり自由。
弥生県もいいよね。あ、いいですね。うん、あとなんかちょっと変わり種があると嬉しいよね。雑穀米とか。あー確かに、そう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 、があるとテンション上がりますね。いいですね、分かってらっしゃる。はい、どうも。クリスマスも2人で配信するって。うん、したいね。したいですね。今日一応あのクリスマスでもあるんですよ、ほら。そうですよ、うん、そうだよ、クリスマス先取りしちゃうんだから。うん、実はね、うん、クリスマス配信ありがとう。行ってみたい場所、うん、ある？高尾山。高尾山、うん、山？山、今紅葉が綺麗だし。でなんかさ、どうやって行くん？どうやって行くんやろ、登るんかな。この辺あのじゃない、東京じゃなくて、多分東京じゃない。あ、東京？え、分からん。まあでも関東の山、うん、あ、そうなんや。でこうちょっとなんか商店街とかあって、なんかお団子とかも食べれてみたいな。え、めっちゃくない？初めて聞いたわ。嘘。うん、ヒルナンデスでしょったよ。ヒルナンデス、そうじゃ、テレビ人でした。テレビっ子なんで、すいません。そうなんよ、私もう何年もテレビ見れてないの。あ、そうなんや。うん、えけんちょっと情報がね。そうよね、うん、もうハルポンすごいの。こう3月にさ、今年の3月に来てる、うん、ハルポンにもう全て追い越されてる。食べ物屋とか、はい、遊び場とか。確かに、もう爆速で私のしてないことを私2年間いるけど、うん、しないこと爆速でやってます。そうね、教えてあげてます。すごいですね、ハルポン。はい、教えて。うん、教えます。山登りしよう。山登りは嫌。いや紅葉綺麗やけん。確かに紅葉、うん、紅葉は見たいけど。お団子も好きやろ。お団子好きね。うん、ほらほらほら、京王線とか中央線で行きますね。ありがとうございます。ありがとうございます。乗ります。京王線、京王って書いてるやつだ。おお、うん、よ、知っとる。やろ、すごいね。ゆきさん、タコ。うん、あ、クリスマスマーケット行きたくない？何それ。ええ？クリスマスマーケット知らない？嘘やん、さすがに。さすがに知っとるやろ。知らんて。え、知らんないけど。いやいや、ちこっち来る前から知っとったよ。あの 都会は、うん、何、あの赤レンガとか、うん、ああいうとこでクリスマスマーケット行われるんよ。ああいう広いとこで。あ、赤レンガでなんかやわちゃわちゃやっとった。あれはクリスマスマーケットだ。冬ね。冬ね、うん、あのクリスマスツリーあるとこね。そう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 、多分多分そうそうそう。そうなんや。うん、え、すごいね、何でも知ってるね。うん、そうなん、みんな知ってた？クリスマスマーケットって。クリスマスマーケットでも愛媛にはないけんな。でも東京がどうとかじゃないようだってね。そうだ。でも愛媛で聞いたことないもんね。ないよね。やっぱこっち来てから。愛媛は北海道店とか。うん。高島屋の。あ、そうですね。ね。はい。行きましょう。お互いの押せるところどこですか？押せるところ、うん、いっぱいあるけどな。私もいっぱいあるよ。なんなんやろ、押せるところ。押し、押せるところ、なんやろな。性格がいいね。それはでもこちらこそですね。性格がいいですね、とても。いや、本当にこちらこそです。あのハルポンは世にも珍しい提唱者なのでね。はい、はい、提唱者。おししこことん、おししこことん。ナイスタイミング、すぐ反応しようも。ありがとう。ちょっと待ってね。おさむさん、ありがとう。
ハルポン、提唱者って本当に優しいから。そうなん。でも擁護者もめちゃめちゃもうだって擁護する人やけん。そうだね。そう、めちゃめちゃ優しいですよ。うん、それなんかサポート型だよね。私なんか擁護者だし仲介者だったから。確かに。そうやね。うん、間に入ってあーすんませんすんませんあーすんませんねっていうのが得意なよ、うん、多分。そうね、うん、この誰かに割り切って、うんうんうん、あーちょっとみたいなする人、うんうん、そうねってこと。素敵、うん、弱そうやね、うん、優しすぎて心配って感じだね。もうそこまで行くとなんかもうちょっと自分のこともなんかこう、あーでも全然考えてますよ、それは、うんうん、2人のこともねいっぱい考えて、うんうんうん、ライブもね、あさってあります。そうですね。来てください。ぜひ、ZEP ダイバーシティ東京、絶品ディスコ、チケット発売中です。海も近いけんね、お台場めっちゃいいよね。ね、うん、ZEP めっちゃいいよね。景色も綺麗なんで、ぜひぜひ。そうなのよ。そう、前に、ね、出ないんですよね、お互いが。そうね。あこういう感じね、うん、あどうぞどうぞ、絶対ならんわそれ。良くも悪くもっていう感じですよね。そうですね。そうなんですよ、まあ、グループやと一人はさこうオラオラついてこいみたいな必要やん。うん、必要、うん、お互いがこうふわちょっとでもさ別になんか遠慮しようと思ってそうなっとるわけじゃなくて、うん、なんていうのね、本当に心から大阪行きとかってなるってわけよ、うんうんうん、そうね、なんかどうぞどうぞみたいな感じじゃなくて気は使っとうとかじゃなくて、ね、あ、そうそうそう、気は使ってない、うんうん、そうですね、そうなんですよ、うん、だからすごいさなんか決まるも早い、なんか誰から取るとかさ、うん、確かになんか ね、 そうね、どっちの何で取るとか、うんうん、何がいいとかすぐ決まります。そうね、うん、どうぞ、はい何でもいい人でも何でもいい人みたいになってるけどガツガツしとってもね、もうぶつかるやん。いや、うん、私が先よ、私が、うん、うん、じゃあ何でも大丈夫よって感じよ、ね、うん、はい、はいはいみたいな、はい、どうぞはい平和です。そうですね、はい、あら、のぶしゃんレインボーだよ、うん、レインボーありがとう。ムラチめっちゃ可愛い、うん、ありがとうありがとう、はい、あれ、おがこさんめっちゃ可愛い、うん、ありがとう、ありがとう、めっちゃくれてたわ、おがこさんありがとうリーダーリーダーはどっち、リーダーないけどね、うん、うん、ないね、ないけど、うん、ないけど、まあちょっとお姉さんって頼ってる部分ありますね、うん、そうなんですか、うん、じゃあお姉ちゃんお願いみたいなそういう時だけ、ごめんなさいね、そういう時だけでも私は結構それあるお姉ちゃんお願いお姉ちゃんお願いってなってますね、はい。スーピーズのグッズ予定、うん、あ、なんかね、いろいろね考え中で、でも絶対出るよね、きっと、うん、公式グッズは絶対可愛いっす、うん、もうすごいね、ネタだけはいっぱいあるよね、うん、やっぱ睡眠って言ったらいっぱいあるから、うんうんうん、枕とかね、鈴鹿リンリン可愛いね、はい、そうなのよ、連れて行ってもらわないとね、うん、あとハルポンはねおもろいよね、おう、なんか話しよって面白い面白いか、面白いよ、すごいなんか好き、めっちゃ、うん、あ、よかったです、うん、うあ、面白いよあ、ナイスナイス
タイム。そうなの、めっちゃ面白くない？あ、猫プ、猫プ面白い女。そう、なんかすごいね、楽しいですね、一緒にいて。おー、よかったです。うん、ほんまに、まあ、反応が面白いけん話しがいがありますよね。なんか面白いです。うん、ツッコミが、あー、表情筋あの鍛えてる結構、はい、何顔でもできますけど、ね、はい、悲しい顔でも、あ、そうね、そうね、うん、うんうん、そうそうそう、話しがいがある、話しがい、よし、うんうん、最高最高、わ、ナイスナイスタイミング、なのはちゃん最高スーピーズ猫ポーズお願いします、ありがとう、スエさん、フル、これで寝る、寝る、寝る、うん、いや、まあもうちょっと後でなんかこっちでもちょびスクショタイムするかね。そうですね6日物販ないか、うん、なさそうかな。そうよね、多分、多分まだね、売るものがなくてですね、うん、ハルポン久々にグッズキャラクター描いてほしい。おお、ね、私も描いてほしい、ハルポンに。前に竹山でグッズ出してた時にハルポンが描いてくれたのが T シャツになってるの。うんうんうん、めっちゃ可愛くて、本当に色もね可愛いし、あれ、うん、可愛かったね。そう、安眠枕出してうちらも欲しいね。ね、欲しい、低反発欲しいな、スーピーズグッズで。ハルポンめっちゃ飲むやんって。飲んでる、まあ、結構飲んでますよね。そう、美味しいよこれ、めちゃめちゃ美味しい。美味しいです、進みます、お酒が。うん、この2人が世界を治めれば平和になる。うん、いいですか。それは、まあ、じゃあなんか本当に平和の象徴やなと思うもうみんながこの考えになればいいのになと思う。まあそう、争いがね、うん、嫌いの平和主義の頂点、うん、います。そうです、ね、戦いたくない。そうね、うん、できるだけねでもね、戦わねばならぬ時は来るので。そうですよ、うん、そういう時はね、ちゃんと気持ち強く持ってできますよ、うんうん、それも大事。うんうん、2人は喧嘩したことありますか。ないかな。ないかな。言い合いとかもないか。言い合いもないね。うん、とお互いが声も荒げんけんね。そうやね、ずっとこのトーンで、このトーンで怒るとしてもこれかもしれない。そうやね、うん、私はこう思うよ、うん、いやいや私はこう思うよ、うん、まあそうしようか、うん、そうですね、それの繰り返しですね。うんうん、ハルポンそれはダメだよ、言ったことそうハルポンそれはダメだよ、なおちゃんそれはダメだよそんな感じやね、ほんとに、うんうん、はるちゃんかわいいよ。ありがとう、かわいいんです、ほんとに。今日の白猫ハポンちゃんの服もかわいいんですけど見せるんだるすぎこれだるがらんとってこんな感じこんな感じこんな感じよ多分印象的には逆やんな、色が。そうなん、うん、私黒やと思っとったけどな。あ、ほんま、うん、自分が、自分が、あ、ほんま、うん、なんか逆のがなんかちょっと面白みがあるかなと思って、逆、あ、そういうことで提案してみた。お、そうなんや。はい、ハンポンちゃんはめっちゃ似合ってますよ、白。まだ黒も似合うな、確かに。めっちゃ似合ってます、ほんと。ひなおちゃんなんか白のイメージやったっけ。あ、ほんと？黒も似合ってます。ありがとう、かわいい急に寝る急にスクショタイム始まる
飛びました。お、ピルクル。ありがとうございます。ありがとう。いってらっしゃい。これからお仕事の人いるんですね。夜勤で。頑張ってね。会議が会議時間短くてええのって。そうね。なんか本当にね、さっきも言ったけど、見つめ合うだけで終わったりするもん。うん、そうね。会話というか。うんうんうん。見つめ合って、まあ、8年もったらそうなるか。そうやね、もう目と目で会話しちゃうみたいな、うん、そうやね、うん、目と目で。滝山時代も喧嘩なかったの。うん、うん、そうですね、うん、まあ、結構その滝山時代もさ、22とかでなんかなるときはハルポンちゃんと一緒におるときも多かったので、うん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 、結構一緒にもいましたけど。そうですね、うん、今日食べるもので喧嘩しそう。あー、まタイでダダコネはありますよ。そう、だからハルポンと食はあんまり合わんくて。合わんすね、うん、合いません。ガチでもうカプレーゼやもんこの人。え、そうよ、もうカプレーゼ命なの、うん、もうカプレーゼダメやもん。そうね、そう、トマトがね、トマトダメやけん。そう、でもあのあれだよ、ハルポン食べれるようになったもんめっちゃ多くない？そう、魚とかなんか全部食べれんかったようなイメージある、ハルポン。そう、ね、結構、うん、お肉も食べれんかったもんね、うん、お肉とかもダメやけど、ダメやったし、なんか全部ダメやった気がする。何食べたんだよ。え、お菓子。お菓子、お菓子やね。お菓子食べた。でずっとお菓子食べた、ハルポン。お菓子ですね。けど大人になって何でもなんか、うん、いけるよって言うようになって、うん、今。そうやね、めっちゃ食べてるね。うんうんうん、えらい。まあちょっと食べ物でこう、うんってなる時あるか。そうね、うん、食べ物で、うん、なんでまたカプレーゼとかトマトいやーみたいなんでなる時はあるけど、うん、そうね。まあ、でも教えてもらわんと食べんかったもいっぱいある。私に？そう。あ、ほんま。二郎系も教えてもらわんと食べかったし、まぶらそばも行こうとするし、うんうんうん、多分結構食べてないの多い。うん、冒険家だね。そうですね、結構冒険しますね。うん、出演者もファンの人もパジャマ着てライブやってほしい。うん、ね、みんな ね、グッズでね、スーピーズパジャマ作りたい、うんうん、確かに。みんな着てくれますか、パジャマ。ありがとう、みんな。きなこちゃんとつくしくのコスプレですか、私たちですか。はい、はい、とうとう犬と猫になりました。なってみた。あ、いっぱい来てたな。うん、うん、遊園地行くとしたら何乗ってみたい。あ、いたたたた、私も、体育座りしよう。優しいジェットコースターかな。優しいジェットコースター、うん、ハーポーでもあれよね、結構何でもさ、あれよね、叫べるよね。うん、もうなんならコーヒーカップとかでもいけるよね。いけますね、ゆっくり回して、はい響かせます。もう私なんかめちゃくちゃすごいのやないと声出ないけど。確かに。てかなんかあのこっちを見とるよね。そう、ジェットコースターとかでも前見てないもんね。なんか横のハルポンとか見ながら、うん、あーって言いながら落ちよるもんね。楽しみ横でキャーキャー映る人の見るのが楽しみ。あ、すごいね、うん、だってタワーオブテラーもなんかもうちょっと横見てあーって思う。え、ホラーよね。ガチでそんなめっちゃ怖いよ。え、ごめん、え、みんな変な方向。だって
私上向いとったし、うん、ひなほちゃん横向いとるし誰もあのメインの窓見てない誰も見てないそう一回ね C 行った時もそうなんやみんなの反応を見てなんかあこういう時なんやみたいな、うん、楽しいみたいになるちょっとおかしいよね多分ハルポもほのぴもそうやけど他の人たちも見よるもん、うん、私他の人たちでなんか面白い人おらんかなみたいな反応見よんやうんそれでわ楽しいってなる怖いね一番怖いね確かにねうん本当やねやばいやんそんな人見たことないで確かにうんひなほちゃんって叫ぶハルポンが見たいおお任せてくださいうわ本当に見せてあげたいみんなにそうね動画とか撮れんけんねそういや本当に私のタコ紹介始まるんやってジェットコースターひなほちゃんって言いながらさジェットコースター乗るからさ私のもう落ちる前からね落ちる前からひなほちゃん助けてめっちゃ紹介されるんやっていろんな人にそうなのよ広めますひなほちゃんをそう一気に広まっちゃったうんそうだねなんでそんなハルポンドヤ顔なんてきっとえジェットコースターの話えドヤ顔やったドヤ顔やった無意識ドヤ顔失礼しましたすいません可愛、うん、いパジャマ着る準備万端よっておお出しますねグッズうん着てほしいでかいサイズのパジャマお願いしますそうですねうんサイズ展開多めでうんトマトチューハイ飲んでますうん大人だねすごいねうんそんなあるんやハルポンはあ一番好きな寿司ネタあエビですエビなんやあの回転寿司のエビが好きですあそうなんやペラペラのエビが好きですペラペラのエビね、はい、あのボイルされてるやつあそうですねあのお高いお寿司屋さんのあのプリプリのエビじゃなくて回転寿司のあのペラペラのエビが好きですあらあんま食べたことないなおごちですかうん美味しい美味しいそうなんやはい私はね絶対食べるのはつぶ貝と、うん、ホタテとイカとコーン、うん、かななんかすごいねなんかすごくあれえすごいかなすごいですそれで大体あウニかとウニでもある時とない時あるやんウニは、うんうん、あったらウニいっぱい食べてあと変わらんかな多分それかな、うん、すごいね美味しいすごい貝好きなんですよね貝好きうんもうアサリ拾いに行きたいよねああいいねうんアサリ好きアサリは好き行こうよ拾いに潮干狩りやったっけあそう潮干狩りうんうんうん行きたい行きたいねでも調理できますかえあれ炙ったらいいんやないなんかあれよ砂出したりせない感じ。あ、そうやあの水真水つけてみたいな。そうちょっと難しいか。難しいよね。うん。うん、なんか簡単な貝ないかね。簡単な貝。えでもアサリ以外食べれんかも貝。あそうなんや。うん。一緒よ結構。アサザエとか無理か。ダメやね。ホタテもバター醤油とかやって食べれるけどあそうなんやそうじゃあお勉強しとくねお勉強しといてうんアサリの勉強しとくねへいあれアサリしじみかアサリのちっちゃいやつみたいなやつしじみああアサリお味噌汁のはアサリあれどっちもあるおじゃあいけるかいけるうん多分
アサリの方がプリプリやね、うん、うん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 、プリプリのしじみみたいな、うん、いけそういけそう。ペラペラのエビって笑われとるよいや違うよ、分かるやろ。でもいいやろことは分かるよね、うん、あのえあのさチーズとかアボカドとか乗っとるやつやろ、うん、ああはいはい、あペラペラやね、そうそうそう、そうペラペラ。でも回るねお寿司とかやともうプリプリのエビが出てくる。確かに、そう生のね、あれももちろん美味しいんですけど。そういうことか。エビはねペラペラ派ですね。ラジオリンシャン解放の代わりにイナホチアーに変えてくださいだって。私のラジオ、あラジオのえいいんすか、オープニングみたいな、ハルコはそうそう、うん、やってほしい。あいいですね、うん、乗っとってほしい。いいですね、最初のとこぜひぜひ。ジェットコースターみんなで乗りましょう。いいですね、面白そう、聞かせてあげたいです サイコパス味あるかもね。私結構ありますね。結構あるんですか、うんそうそう、なんか一人でなんか笑いやったりするやん、うん、いやそれよく言われる。そうそう、マネージャーさんにもすごいまた笑い出したって言われる、うんうんうん、でもそれはちゃんとあの思い出し笑いとかじゃなくて、あれなんか見とったりして一人でめっちゃ笑いよるってだけよ、うんうん、あそうなんや。怖いよね。怖い。いやそう、車移動、昔の車移動の時もチラッて後ろ振り返ったらなんかずっと前まで撮っていや前歯出るのはあのあれ何しよん、えいつもよ前歯出るの。え結構全部出とったよ。もうずっとなんかえ前歯出ても笑っとったえでも前歯出るは笑ったら前歯出るくない。いやいやいや、もうなんか出とった、ずっと出とった。あそれは通常みたいな結構ずっと、いやちょっと思い出してやばい、見てる時前歯出てるんで。あの顔やばかったで結構。え最近出てない、それ。最近ないかも。しかも暗闇の車の中で携帯に照らされとって、うん、照らされとる前歯やばい本当にやばかった、うん、なんか思い出話いいね、めっちゃありそう。いやそめっちゃある、めっちゃある。あ新一隊長面白い女女です、ありがとう。ハルポンのなんかないかな。ハルポンのなんかないかな。ないでハルポンは、あんまり。え？おもろいエピソードないけんねハルポンは。いやあるよ絶対。ハルポンはねでも一回車で寝るとねマジで起きない。うん、そうですね。すごいあの6人ぐらいで一回起こしたことある。うそ。本当よ。なんかもうついてさ結構。もうライブですよみたいなっとって、うん、そしたらハルポンが本当に熟睡しすぎて誰が起こしても起きんくて、うん、でもう6人で揺らしてハルポンのことやばいってそう。でもそれでもしばらく起きんくて、うん、でもみんなが諦めた頃に起きた。普通に起きて出てきた。気づいてないよね。気づいてないよ多分、ね、深すぎて眠り、うん、心配になるよこれ。寝る好きやけんね確かに、うん、寝る好きやけん。一番好きやね、うん、ごめんごめんもうほんといろんなところ行ったので、うん、全国各地、うん、行きましたよ。ハッピーさんレインボースターありがとう、いっぱい。ダーシャハさんありがとう、リンボースター。ジャーニャン隊長ありがとうありがとう。さすがスーピーズ、ほんまや。そうですね、伏線やったってこと。そういうこともうその時から始まっちゃってんのよ真顔で言わないそういうこと始まっちゃってたのよその頃からうん、スーピーズ始まってたね昔から。そう
お待たせ。そう、昔はハイエースで愛媛からもうどこでも移動してたの、うん、東京もやし新潟とかも行ったし、うん、めちゃくちゃね遠くまで行きました。東京もすごい週3ぐらいで行ったり来たりして、ほんまにね帰ってきたと思ったら出発でしたもんね。本当に12時間かかるんでね。そう12時間かかるもんで、一回帰ってきたらあもうまた行かないかってなって、うん、車の中がもうベッド。そうですね、でした。声がガラガラに変わった TikTok 動画、うん、お布団ランキングですね。見ました、見ましたよ。またねあの新作もね、うん、撮ってるんでお楽しみに、はい、ちょっと受けたらねすぐ乗っかっちゃうんで好評だったんでね。ね、そうなんかみんながすごいコメントくれてて、そうそうそう、あの MV とか TikTok ぜひコメントください。コメントください、お願いします。お願いします、待ってまーす。MV 出ましたので2曲目、はい、ドリームコア初 MV ですよ。そうなんですよ、はい、ひっちゃかの方がね出て、うん、今ドリームコアが MV 出たので出ました。嬉しいですね、あのイラストでなんか MV 出て、うん、嬉しいね、めっちゃあのイラストめっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い、ほんまに。まことさん、ミラーボーミラーボーミラーボー、自分のイラストって嬉しいね。なんかね、すごい可愛く描いてくれて、可愛かった。初めてかもね、確かに、うんうん、初めてではないかも。でもあの公式としてっていうのはね、うん、公式のなんかね、そうやね、嬉しいですねやばいね、もう9時半だったんだ。あらら早いね。うん、じゃあスクショタイムでも急に始めてみる？うん、よいしょ。じゃあスクショタイムするか。なんかあ、そうだね、さっきの感じとかもだけど持ってもいいかもね、携帯ね。確かにね。ね、あ、めっちゃ明るい耳、耳、かわいい、かわいい、うん、もうセルフボイチェンできる私。えっ、ー、ちょっと、うん、早いって、うん、早い、習得が早いってあ、すごい、じゃあちょっと、じゃあめっちゃいいじゃん。明るくてよかったね、めっちゃね。わあ、よいしょ、下から下からスーピーズ。えいよ、えいや、えいや、立てやけ、うん、乾杯、乾杯。いいじゃん、いいじゃん。あと何もないかな。うん、
でげすか。うん、おししかかたん、ありがとう。猫ぷ、ありがとうございます。プロレスやってたの今日。うん、大きいやつかな、なんか。あ、そう、なんかそれも見せない。ハルポンがこの本当は王冠の風船だったんですけど、かぼちゃにしてくれました。はい、めっちゃ上手、イラスト。ハッピーハロー、ハッピーハロウィーン。こうか、ね、めっちゃかぼちゃだよね。取れた。よし、じゃあうちもランキング見しとく。うんうん、いっぱいありがとう。ぜひあのハルポンちゃんもショールーム配信しておりますので、うん、スーピーズハルポンで調べたら出てきます。お願いします。ぜひフォローお願いします。お願いします。はい、ではランキング読み。13位、おさむさん、よよーい、ありがとう、たくさん。はい、はい、12位、にじろひーはーさん、にじろひーはー、ありがとう、ありがとう。11位、ブラッチー、ありがとう、ありがとう、以上だ。10位、のりたーまー、のりたーまー、ありがとうございます。のり。9位、ローマ字のまささん、ありがとう、まささん、ありがとう。8位、むらちん、むらちん、ありがとう。ラッキー7、じゃーにゃん隊長、ありがとう、ありがとう。明日はいい日になるぞい。6位、ブラッチさん、ありがとう。変わった、ほら、何？今人変わった。そう。13位がのりたま、ローマ字まささん、むらちん、猫ぷが8位。これ読んでない。うん。8位、猫ぷ。猫ぷ。猫ぷ。ありがとう。7位、ハッピーさん。ね、ハッピー。ありがとう。はい。で6位がブラッチ。うん。5位、ひでゆきさん。ありがとう、ありがとう、おやすみ。そして4位、おがこさん、おがこさん、ありがとう、ありがとう。そして3位、あぼん、テストさん、ありがとう。2位、ブーバン、ナノハさん、ナノハちゃんありがとう、ありがとう。そして第1位、あぼん、ワナマークさん、ありがとう、ありがとうございます。たわ、ありがとうです。ということで、あ、すごい、いっぱい盛り上がってくれて、6136盛り上げ、すげえ、すごい、ありがとうございます。毎日やってるので、ぜひ明日もお待ちしてます。今日はこのまま終わろうかな。はいよ。ということで終わりますね。ありがとうございました。本日のゲスト、スーピーズハルポンちゃん、ハルポンでした。ポンポンポン、ありがとうございました。ボーンボーンボーンはい、ありがとう。おつひなーい、おつすぴすぴ、おやすみ、おやすみ、バイ、3、2、1、バイバイ、バイバイ。おー、すげえ。